物語を続けるね。決勝まであと何試合だっけ？決勝まではあと2試合だから、あと3回勝てば優勝だよ。優勝か。この大会が終わったらスイちゃんとティナちゃんはどうなっちゃうんだろう。それはどうかしまして。表情が暗いですわよ。本当なのだ。お腹が空いているんだったらおにぎりでも食べるのだ。ドレス？あんたたち帰ったんじゃないの？ええ、そのつもりでした。ですが敗者復活戦で勝ち上がりましたの。満腹黒丸ちゃんたちは這い上がってきたのだ。敗者復活戦、そんなルールがあったんだ。満腹黒丸ちゃんたちもびっくりしたのだ。それはもう過酷な勝負でしたわ。かぐや様渾身のネタは最高だったのだ。ネタってレースで勝負したんじゃないんだ。ねえねえかぐやちゃん、そのネタついちゃんたちにも見せてよ。ダメなのだ。黒丸ちゃんのケチ。ダメなのだ。かぐや様はネタの安売りはしないのだ。どうしても知りたかったら次のレースで満腹黒丸ちゃんたちに勝ってみせるのだ。黒丸、そんなもったいつけるほどのネタではないと思うのですが。様は自分のネタに自信を持つのだ。そこまで言われたらすごく気になってくるんだけど。レースに勝ってネタを見せてもらうしかないね。市福島公園、緩やかなカーブからの後半の急カーブ、沿道からの応援を力に変えて駆け抜けろ。日暮れ間近とはいえジェットレーサーたちは走り足りないよう、まさに青春、夕日に向かって走れ。一曲披露しちゃおうかな。見逃せるわけないわね。絶対に面白いに決まってるし。ハードルがどんどん高くなってます。大丈夫なのかカズヤ様、滑っても慰めます。
ちゃってる。超加速するよ。元気もりもりなのだ。スイちゃんストップ。この速さについてこられますか？勝つのはドレス。開けちゃうよ。これは驚きました。思っていた以上の成績。一番でゴールだ。この後はみんなと一緒にお祝いだね。黒丸、どうかしまして？食べ過ぎて何も食べるものがないのだ。パンもおにぎりもないなのだ。そんなの簡単ですわ。パンもおにぎりもなければケーキを食べればいいのですわ。マリー・アントワネットなのだ。はい、ありがとうございました。どうでしたか、私渾身のネタは。いや、どうと言われても。黒丸、よしなさい。私の拙い芸は所詮アマチュア。プロのアイドルレーサーを笑顔にすることは難しいようですね。
ロのアイドルレーサー。そんなこと言われても。お二人が何を悩んでいるのかは分かりません。ですがこれだけははっきりしています。お二人が輝いているのはアイドルとしてステージに立っている時と、ジェットレーサーとして水上を駆け抜けている時ですわ。どうかそれをお忘れなきよう。ついちゃん、ティナちゃん、二人のレースとライブどっちも楽しみにしてるのだ。レースとライブどっちも楽しみにしてくれてるってさ、簡単に言ってくれるよね。うん。やったー、毎日特訓した甲斐があったね。